こんにちは、手相鑑定士の町田香織です。本日は感情線についてお話ししたいと思うんですけれども、感情線はこの小指の横のところから出ていて、人差し指と中指に向かって走る線なんですけれども、感情なので愛情のタイプとか、恋愛傾向なんかを表したりするんですけれども、感情線がたまにこのような感じで鎖状になってる方がいらっしゃるんですよね。ちょっとこう乱れがあるっていう感じなんですけれども、そういった方はちょっとガラスのハートって言って、もうすごく繊細でちょっと神経質な面があるんですよね。で、私以前にこう見た中では、割とちょっとこう感情線が乱れていて、繊細ですねとかって、ちょっと言ったらすぐパッとこう手を引っ込めたっていう感じの方がいらっしゃったんですね。で、なるほどなっていうふうに思ったんですけれども、そんな感じでこう、手の出し方とかこう引っ込め方とか、そんなところからもその方の性格が分かるんではないかなと思います。で、手相はね、本当にいろんな線があって大変面白いんですけれども、難しい面もありますので、ちょっと手相を勉強したいって思った方は講座の方とかにいらしていただけると嬉しく思います。それではまたお会いできることを楽しみにしています。